はい、今日も新静岡瀬の場の隣にありますペガサートの地下にやってまいりました。キャット&バーのスパゲッティを食べに来たんですね。特盛り830円、相掛け1000円、スタミナミート880円。さあどれを注文しようかな。あ、ボアフ850円。さあ一番人気のミートソーススパゲッティは650円となるようですね。できるでしょうか。さあ店長さんは今日もありがとうございます。元気にしていますでしょうか。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。ビデオ撮っていいですか。うん、じゃあしてもらおう。はい、じゃあ、あ、いいです、いいですよ、いいですよ。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。今日は何しようかな。なつきちゃんです。しております。以上でいいですか。キャット&バーで働いてます。キャット&バーで働いてます。猫パンおすすめなので食べに来てください。ピッソースもおすすめです。ありがとうございます。おー、そうですか。なつきちゃんがデザインしたデザート猫パン、480円。なつきちゃんがデザインしてる。そうです。あ、すごい上手。いいですね。はい、頼みます。得意な才能、すごいですね。招き猫、これはさつきちゃんが描いてくれたんだね。なつきちゃん、なつきちゃんが。さあこちらの猫もなつきちゃんが描いたそうです。猫パンも招き猫だそうです。あ、私です。これ何、キャット風カツ入りスパゲッティですね、これはね。ミートソースの上、これ何入ってるんですか。今日これはカツが乗ってるということですね。でこっちはチーズとハンバーグで、これはミートソースの大盛り。こちらミートソースの大盛りですね。さあ今日もアキラさん登場。アキラさん、今度このボクシングの選手として出てって言ってるけど無理だよね。オペラを歌えなくなっちゃうもんね。歌って踊って戦うアキラ。こちらさすがアキラさんだけあって特盛りスパゲッティです。かっこいいな。アキラちゃん、僕来れませんけど、アキラをよろしく。店長の中村さんです。遊びにおいでよ、小判静岡井戸端。人気メニューランキング1位、やはりミートソーススパゲッティのようですね。明るく元気にほがらかに。